はい、ではね、これね、キャプテンスタックさんのね、16センチの、テフロンのね、折りたたみ式のこのね、この柄が折りたたみ式にできるね、このフライパン、今日買ってきてね、昼間ちょっとね、お試しで、チキンナゲットとかね、焼いて食べてたんですけども、ちょっとね、勢い出てきちゃって、ちょっとね、買い置きのね、牛タンとかもあったんで、またね、牛タンね、ちょっと焼いて食べながらね、続きやっていこうかなと思います。晩酌の続きね、晩酌、まあ、昼飲みから晩酌ね、続きやっていきたいなと思います。では、またね、新富士イリパーナーさんのスライド式のガストーチ。これもうね、ここがね、もうすごくね、弱くなっちゃっててね。よっ。おー、ついた。おー、これで、もう油引かなくても大丈夫かな。よいしょ。もうちょっとね、勢いついちゃってね、もう止まんなくなっちゃって。昼間もね、お試しで、マクドナルドの、マクドナルドさんのね、フライドチキンじゃねえや、なんだっけ、ナゲット焼きながら食べたりとかしたんですけどもね、ちょっと間を、ね、ちょっと間空いてるんですけども、もうちょっと食べたいなと思って 20% オフのね、牛タンちょっと買ってあったんで、これをね焼いて食べたいと思います。ちょっとね、ちょっと開けますね。ではこんな感じでね、開けました。あ、トング持ってくるの忘れたけど、もういいや。もうではちょっとね、1枚、あ、まだちょっと待ってください。まだね、凍ってて、ちょっと取れちゃったんでね、この辺ちょっと焼きます。くっついちゃってるお肉ですけどもね、ちょっと焼いて、お箸はね、除菌のウエットティッシュでこう拭いといて、で、飲み物は、ノンアルね、朝日さんのスタイルバランスのレモンサワーテイストね、牛タンにね、レモンね、合うんで、レモンサワーテイストにしてみました。いいよ。シュワシュワとこう注いで、で、焼酎はね、中身大五郎ね、ミニ五郎の入れ物に大五郎入ってます。ちょっと今日はね、もう酔っ払ってる上にね、時間がないんでね、いつものあのニンニクちょっと用意できなかったんでね、ニンニク、ネギ塩ニンニク用意できなかったんで、あ、シュワシュワね、シュワシュワで、ネギと薬味のネギとね、クロセのスパイスでいただこうかなと思います。ではシュワシュワでね、いただきます。うん、あ、一応ね、今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。どこまでね撮ってるかね、ちょっと忘れちゃったんでね、今日もね、一日ね、皆さんお疲れ様でしたね。じゃあね、シュワシュワで乾杯してね、お先に失礼していただきたいと思います。焼けてきてますね。よっ、おお、ほほほほほ、焼けてきてますよ。すごい。ちょっとね、また拭いてね。
は、クロセのね、クロセのスパイスをちょっとこうかけてね、うわーすごいな、クロセのスパイスをかけて、あーちょっと火消します、やばいやばい、焼き、あーまあちょっと逆だ、よいしょ、酔っ払ってるんでね、申し訳ない。で、ここにおネギをね、おネギを乗せて、で、ちょっとね、ニンニク、昨日のね、ニンニクちょっと残ってるのがあったんで、ニンニクをちょっとこう乗っけてね、うわ、すごい。これで、いただきたいと思います。うわー。じゃあね、タン塩牛タンね、ニンニク乗っけた、あーあつるつる滑っちゃって、じゃあいただきます、うんうん、うまっ、ちょっと焼きすぎちゃったな、ちょっと動画撮るのにね、ちょっといろいろカメラのこうアングルとかね、アングルっていうかカメラ外してこう撮り直したりとかして、だからちょっと焼きすぎちゃいましたけどもね、こんな感じでね、わかるかな、じゃあもう一枚ね、いただきます、うまっ、噛み切れない、うん、うまいな、うん、ではね、もう一回火つけてね、熱いかな、ちょっとこっちに置かせてもらって、もう落ち着いた、これ使い勝手いいですね、このキャプテンスタックさんのこの14センチのフライパン、テフロンのフライパン、ちょうどいい大きさですよ、20センチのフライパンだとね、大きいんですよね、ちょっとこうキャンプに持っていくっていうとね、20センチだと大きいですしね、14センチくらいが一人で使うで、さらにこのキャンプに持っていくぐらいのサイズ感だとちょうどいいんじゃないかと思いますよ、うん、ではまたね、大五郎を注いで、でちょっとこう置いといて、またね、わあちょっとネギがっつり、もうまだ凍ってるんでね、がっつりくっついちゃってて、おー、ではこの間にね、ちょっとスイカもね用意したんでね、スイカもいただきたいと思います、青森県産のスイカね、うん、おいしい、ちょっと種取ってね、種取って、うん、わーすごいすごい、うわ、アングル、カメラね、アングル変えたりするとね、焼きすぎになっちゃうんでね、でもクロセのスパイスで、よいしょ、クロセのスパイスかけて、よいしょ、ネギたっぷりのっけてね、ちょっとニンニク、ニンニクを少しのせて、うわーすごいすごいすごい、
あちゃ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 あ巻きたい、巻きたいんですけどもね、ネギを。熱い、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 こんな感じで、こんな感じでどうでしょうかね。ネギタン塩をね、クロスのスパイスでいただきます。熱そうだな、いただきます。うん、ちょっと吹いてしまう。うん、うん、うまっ。牛タンうまいっすね。うん、やっぱね、このキャプテンスタックさんのね、この14センチのフライパン、すごく使い勝手いいですよ。軽くていいんですよね。スキレットとかね、うちの動画でもスキレットとか鉄板、9ミリ厚の鉄板とか使ってますけど、重いんですよね、やっぱ厚みがね、鉄の厚みがあると、あのミニゴロね、鉄の厚みがあるとね、その分蓄熱量もね上がって、そのお肉も美味しく焼けるんですけども、なんて言ったって重いんで、でキャンプに行くとなるとね、いろんなのあの道具ね持っていかなくちゃいけないんで、ジンビームね、ウイスキーのジンビームなんでね、やっぱり軽い方がまあ持っていく分にはねいいからいいんでね、運ぶ分には軽い方がいいんで、まあ美味しいあのお肉とかね食べようと思えば、この厚手のね鉄板とかスキレットの方がいいんですけども、その辺のね、バランスね、重くて重い、スキレットとか鉄板とかを持っていくか、軽いこういうね携帯性に優れたあのねテフロン使ってるんで、後片付けも楽ですしね、使うかっていうね、その辺もなかなかこう選択肢ね、キャンプとかね、デイキャンプ、アウトドアでのご飯食べたりとかね、ラーツとかね、こういうのもね、ラーツとか言って、具材炒めたりとかするのもね、こういうの使えますからね、なかなかね、その辺の選択肢もいろいろあってね、楽しいですよ、悩ましいというかね。では今日はね、こういうのとかのもねちょっと用意してて、食べるかどうか分かんないっていうか、もうた食べないとは思うんですけどもね、ちょっとこうねカップラーメン、安く買ったのあるんでね、コクから、鶏パイ油ガーリックチーズカレー、これ青森のねなんかお店らしいんですけどもね、青森のこの一生さんって、麺屋一生さんというところあるらしいんですけど、私勉強不足でちょっと分かんないんですけどもね、なんかそこの、カップラーメンとかね、これも賞味期限ちょっと切れちゃってて、これも早く食べないといけないなと思ってて、ちょっとね酔っ払ってこういうの、正気が保っていられれば食べないかもしれないんですけども、こういうのとかね、あとまたいつものあのペヤングさんのね極激辛もねまだ買ってあるんで、極激辛もねこれ以外にもまだ在庫ね買ってあるんでね、こういうのも食べたいなーなんて思ってるんですけども、あと昨日買ってきたあの食べきれないで取ってあるマクドナルドさんのロコモコのバーガーとかもねまだ残ってたりするんでね、もし酔っ払ってなんかもう歯止めが
効かなくなってからタガが外れたらその辺も食べるかもしれないんですけどもね。まあ今日はね、でもまあまあこの辺でね、なんとかね、とどめておきたいかなと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画、アップしたいと思いますんで、編集してアップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。ちょっとグダグダになりすぎてるかな、今回は。ちょっとね、申し訳ないですけどもね。今日はね、なんかもうお盆休みだし、うちの母のね、お墓参り、お墓じゃないんですけどもね、納骨堂にね行って、お線香をあげてきたりね、自転車で行ってきたんでね、またね、まあ暑い中ね、自転車でね、炎天下の中ね、自転車でね、まあいっぱいね人来てて、イベントとかもやってたんでね、大きいお寺さんで、お盆のねイベントとかもやってて、観光みたいな感じで来てる方もいらっしゃいましてね、お墓参りの方もまあいっぱいいたんですけどもね、なんですけど私一人ぐらいでしたね、自転車で来てる人私だけでしたね。あとはね、まあスクーターが 2,3 台止まってましたけど、ほとんど車でね、自転車でお墓参りに来てる人私一人だったんでね、まあね、結構ねちょっと大変だったんで、まあ今日はね、こんな感じでね、グダグダやってますけども、またお話しするとまたね動画長くなるんでね、この辺でね締めさせていただきたいと思います。ではまた明日ね、動画編集してアップしたいと思いますんで、よろしくお願いしますね。なかなかね、今までやっぱり家でね、仏さんが出ないとなかなかお盆でお墓参りとかもね、ご先祖様って言ってもおばあちゃんおじいちゃん、まあ、いますけども、なかなか行く機会ないですよね。で青森は青森で、お墓参りの風習とかあるみたいなんですけど、私もそういうのね疎くてよく分かんなくてね、でもまあとりあえず行ってね、お線香あげてね、供養して きました。なんでね、まあまあまあね、うちの母もまあ苦笑いしてるかなと思いますけどもね、あの世でねと思いますけどもね、まあなんとかやってきましたんでね、まあ北海道 の親戚の方もね見てるかもしれないんでね、まあ、ご報告っていうことで、一応ね、お墓参りやってきましたんで、でもねまた長くなっちゃいましたね、また動画ね、お話長くなっちゃったんでね、この辺で締めさせていただきたいと思います。